消費税再増税の判断に影響を与えそうです。政府は10月の景気判断を2ヶ月連続で下方修正し、甘利担当大臣も若干の弱含みと景気の下振れを認めました。これに対して日銀は緩やかな回復が継続と13ヶ月連続で判断を据え置きました。黒田総裁も金融緩和の効果は出ていると強気の姿勢を貫いていて、政府と日銀の温度差は広がるばかりです。中継です。日銀が強気な姿勢を崩さないのは、企業への調査や地方からの報告で、長い目で見れば雇用や賃金は改善する道筋が見えているとの考えからです。さらにアメリカの景気回復や減速気味の世界経済が 2,3 年後は上向くとの見通しも支えになっています。また日銀が重要視する企業の生産活動を示す統計では2ヶ月ぶりに上昇に転じて、これも好材料となりました。一方で街角景気や足元の経済指標の中には弱さも目立ち、自民党内では消費税の再増税を延期する声も強くなっています。しかし日銀は去年から企業や消費者のマインドを高めるために大規模な金融緩和で市場に大量のお金を流し込んでいて、もはや振り上げた拳は下ろせない状況との声もエコノミストからは上がっています。日銀はあさっての会合で今年度の経済成長は下方修正する見通しですが、来年度以降は数字をほとんど変えず、景気の緩やかな回復は崩さない方向です。